まま切るんですよ。十分にされてるかなって思います。めっちゃ可愛いね。切るのが楽しみ。一回肩から外せよっていうね。まあ大雑把なんでね。やっほー、さくらです。はい、今回はですね、購入品紹介となっております。私の大好きなノルディさんの購入品紹介ということで、ここすごい普段から大好きで、プライベートで使ってるぐらい本当にめっちゃ好きなんですけど、めちゃめちゃねおしゃれで可愛いとこなんですけど、結構ストリート系目が多いんですけれども、紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで紹介していきたいと思います。まず一つ目ですね。一つ目はこちら、じゃーん。グレーのパーカーなんですけれども、ワンポイントで差し色みたいな感じでイエローのロゴが入ってるのもすごい可愛いんですけど、しかもチャックついてるんですよこれ。開け閉めできるし、あと私このブルー持ってるんですけれども、ブルーが初めてのノルディの商品、プライベートで買った時あったんですけれども、めちゃめちゃ使いやすくて、もう本当に使いやすくて私毎日ぐらい着てた。大好きすぎて死ぬほど使ってて、マジでママに着すぎって言われて、しかも勝手にママ着るんですよ。めっちゃいいんですよマジで。でこちらは M サイズの9700円プラス税でした。これは普通に家でも着れるし、コンビニ寄る時もこれで行っても恥ずかしくないから、ダンスの時も着れる、いろんな使い方ができるのですごく好きですね。はい、ということでこちら今から着ていきたいと思います。せーの、パン。続いてはアウターでございます。ボアですね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くないですか。ふわふわ、ずっとあったかいなと思うんですけど、まあ、これもノルディのロゴがついてるんですけれども、後ろですね、バックプリントがされてるんですよ。ノルディってね、大きく。これもね、ボアになってるんですよ、全部ロゴまで。それもすごい可愛いですし、あとここですね、フード、チャックがね、こうぐらいまであるんですよ。だからすごいあったかいなっていうのもあるし、防寒対策は十分にされてるかなって思います。超可愛い。あとチャックもありますね。ポケットですね、チャック付きの。めっちゃ可愛い。もう着るのが楽しみ。こちらのお値段は16,300円プラスで、ちょっとお高めですね。ちなみにこちらはホワイトの M サイズです。ブラックとかいろいろあったんですよ。他の色もあったんですけど、今回はホワイトを選びました。これ結構最近出たやつなので、皆さんぜひみんなと被らないうちにゲットしちゃってください。ということでこちら着ていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで続いてはですね、こちらピンクのパーカーとなっております。超可愛い。これピンクのパーカーってなかなか着ないからな。しかもポケット付きで、後ろはシンプルに無地です。なんかね、これね、フード深いし、ちょっと大きめ、ほら、で大きめだとコラボ効果とかもあるし、すごいそこいいなって思いますね。こちらお値段は7900円プラスでなんですけれども、うん、どういう時に着よう。なんか私ガーリーすぎるのは本当に苦手なんですよ。あんまり似合わないっていうのは自分で分かってるので、あんまりガーリーすぎないこのストリート感があるピンクは私も自分的にすごい大好きだし、着やすいなって。ガーリーすぎない服装でピンクに挑戦したいって方はこの服装がおすすめでございます。はい、ということでこれに合わせたいバッグがありまして、こちらですね、じゃん。え、超可愛い。マジでストリート大好きだから嬉しい。え、可愛い。そこめっちゃ可愛い。これモノクロだけかなと思ってたら、イエローがね、差し色二つもあった。蛍光ってね、アクセントになるし可愛い。でこれね、ジップになってるんですよ。私不器用でなんかボタンとか、うん、なんでこれみたいな時あるんで、だからこういうちょっとジップは不器用な方にとってもすごいおすすめです。で中身は一回肩から外す着方から外せよっていうね。まあ大雑把なんでね、こんな感じで収納すごいできやすい。ほら、こことか網やみがあったりで、これ肩掛けもできますね。これがさ、めっちゃさ調節効くからさ、いろんな人に合うからさ。今回はノルディさんの購入品紹介していきました。すごい可愛いものが多かったので、ぜひお揃いにしてみたい方は概要欄に貼っておくので、ぜひそこから飛んでください。ということで、せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チョベリグ。